音の静かなタイヤと高速道路での快適なホイールバランスを作り出す平ゴム工業所鈴木予祥です今日は2021年11月26日金曜日です今日は、えー、比較的少ないんですけれども冬用タイヤの装着の日方、えー、2名様、えー、いらっしゃいましてもうすでにお持ちの、えー、冬用タイヤを、えー、2台ですねお,お取り付けして、えー、お借りになられました その他、今日はお電話でお話ししたり、店頭へご相談来る方、あと夏用タイヤもですね、通常タイヤもすり減ってしまったから、明日交換ということで、お車を置いて行かれたりですね、そんなことで、今日は少しお客さんとお話しする時間の方がちょっと多かったんですけれども、今日のお一人の方はですね、昨日私25日に朝、お隣の畑で見た霜をちょっと、 この動画でもですね、ご紹介したんですけども、お客様もおっしゃってました。昨日、あの、朝、霜がね、白く降りたんで、あのー、今日取り替える気持ちになって、えー、電話して、もう早速来たよということでね、えー、動いていただいて、今日お客様とね、えー、取り付けに、えー、行ったということです。まあ、あのー、今週ですね、えー、明日は土曜日が、 一番私どものところはです、ね、お客様の来店が多い、えー、曜日なんですけれども、えー、今、えー、お聞きしているか、えー、限りでも、です、ね、明日は明日朝からです、ね、夕方まで、少し空いて空き、ね、が出る時間がなさそうな、えー、雰囲気にだんだんなってきましたね。えー、冬用タイヤ、えー、毎年です、ね、装備されている方は、そろそろ、ねえー、お,つくお,お取り付けになられるとよろしいと思います。えー、当店の問い合わせはぜひ お気軽に LINE で、えー、お願いします。また、お電話でも受け止まっておりますのでね、えー、店舗の方の便利な LINE を作ってますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。お使いください。では、今日も最後までお聞きいただきまして、ありがとうございます。